家とデストリーはまっすぐ行くだけ。さすがに薄暗くて見通しが悪いね。懐中電灯を持ってきてないのかい。昔は観光名所だったんだから迷うほど道も複雑じゃないよ。ほら、みんなそこにも親切な案内板が。壊れてるみたいだね。こういうとこ登りたくなるよね。チリーン、チリーン。結構あるね。さあ、それじゃあ案内板触りますか。この辺もかなり老朽化してるな。これじゃあここに来た人が迷っちゃうわ。人が来る前に直しておこう。さあ、どう直せば。お、珍しいね。壊れた案内板。看板のタイルが剥がれちゃってるね。どの道を行けば分からなくなってしまった。直して正しいようにしましょうと。移動もか。なんかの絵になりそうだね。リーゼントになる？右側が赤いんだよね。リーゼントっぽいのがいっぱいあるね。ダブルリーゼント。あ、違う。ってことはこうかな。違うな。なんだこれ、何の絵だろうね。はい、できました。できてない。そもそも何の絵なんだろうね。ここと合わせるんだろうけど合わんな。あ、長くなった。あ、指先だ。 OK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 、 分かった。なるほどね。指先の矢印だ。ふう。あまり自信はないんだけど。謎解明。たまには謎解きもいいね。なるほど、左に行けばいいんだね。これでよし。無事に治ったけど、どうして外れたんだろう。古くなったのかな。俺がこの間来た時落としちまったのかもしれねえな。これだから、あ、矢印が指になった。これどうだ。指だった。もう覚えてない。曲がった道。お、あれはなんだ。おい、ランド、どうしたんだ。危ない。ボックス、ランチの缶詰、中入ってんだけど。
こんなん怖くて食えんよ。猿の腰掛け、毒キノコかもしれないから触らない方がいいわ。毒キノコの中にコインが。こうしてみるとこの町は本当に田舎なんだよな。ごくたまに狐が顔を覗かせるんだ。え、俺の地元ごくたまにじゃなくて割と普通に鹿が顔を出すし、時々イノシシもいるんだけど、やばいですね。鹿とか山に行ったら普通にいるし、イノシシ捕獲の罠が仕掛けてたりする。オッケーかな。ほら見てみろよ、この辺りの地面、怪しい足跡がたくさん。怪しい足跡、なんで誰かいるのか。この足跡で謎を思いついたぞ、エルシャル。解いてみろよ。そういえば足跡といえばこういう謎があります。おお、いろんな足跡が。橋の足跡、明らかに裸足の人がいるよね。川に吊り橋がかかっている。地面がぬかるんでいたためたくさんの足跡が残ってる。一体何人が吊り橋を渡ったんだ。普通に考えて2人。普通に考えたら2人。メモ。で、吊り橋をこう、こことこことこれで、これとこれだけど、まあ普通に考えたら2人。でもこっちの靴自体は。まあそんな単純じゃないと思うんで、普通にヒントをもらおうか。引っ掛け問題だ。引っ掛からないようにな。たくさんの人が渡ったように見えるけど、本当にそうかな。問題文をよく読んで考えるんだ。たくさんの足跡がいたけど、橋を渡ったのは何人だ。意味がわからん。あくまでも渡った人数だからね。残された足跡は数える必要がない。ね、橋に渡った人数がわかるはずだよ。え？謎は苦手なんだけどな。普通だった。何のひねりもなかった。橋を渡ったのは2人だけ。ね、橋の手前にはたくさんの足跡があるけど、橋の上には2人しかない。うん。最初から分かってた。なかなかやるじゃないか、エルシャル。それほどでもないよ。こんなところまで来て謎を出すなんて、ランドって本当に謎が好きね。あ、世界中の謎を解き尽くしてやるぜ。さあ、行こうぜ、イエット・デストリー。到着。さすがに今回でランドしなさそうだね。イエットデストリー。もう一回本当に現代に戻りそうだ。俺はイエットデストリーの文字群がある場所を指し示す暗号であることに気づいたんだ。よく見てみろ、エルシャール。ある場所？エルシャール、ここまで言えば君にもわかるはずだよ。解いてみてくれ。調べる。とりあえずひらめきコインを見つけましょう。さっき今無駄に消費したんでね、5枚も減っちゃった。コインの数がやばくなったらね、あのセーブしてロードしながらやるようになっちゃうよね。さあ、ランドが言うことが本当なら世紀の大発見になるぞ。さあ、気づけば単純なことさ。そうだな、ヒントはこの紙。やるよ。これは、ね、一部を書き写したもの。この形をした図形、ごく最近君も見たはずだぜ。あ、コリー先生の授業の化石の復元だ。あまり単純すぎて誰もこのことに気づけなかったんだろうな、と。すごいよ、すごいよ、ランド、ね。どういうことだい？早く謎に行かせろよ。
おっと、遺跡の秘密。16枚の小さな正方形を 4×4 の正方体にまとめればいいのだが、4枚まとまった状態じゃないとダメなんだ。これ見たな。こんな単純ではないだろう。これ迷路になってんじゃない？一手目見するとね、遠く離れちゃうんだよね、こういうのって。全くわからんね。そもそもなんで4つくっつけて動かすんだよ。それはおかしいと思ってくれ。なるほど、全くわからん。ヒントよこせ。3手だと？1、2、3ぐらい。あまり自信はないんだけど、たまには謎解きもいいね。古代文字の中に紛れた図形は、北斗七星だったのだ。何？ってことは市長星の場所か。遺跡の秘密。さすがだな、エルシャール。俺の親友だけのことがある。ね、ある場所を指す地図だったってわけさ。地図っていうほど精巧なものだと思えないけどな。わからないか？星が重なるように書かれているこの図形、山を越えた遺跡の地帯の地形にそっくりだろと。指し示した場所に行って掘り起こしてみたら、古い箱から出てきた仮面を見つけたんだ。出た、サブ隊出た。あんた、まさか勝手に行ったの？落ち着けシャロア、君の考えも変わるぜ。それはドーン・ノーランの古代史から写し取ったものだ。ここに書かれた紋章とぴったり一致する。これが奇跡の仮面だ。もう一つの仮面は見つからなかったけどね。そんなバカな、ただの偶然かもしれないじゃないか。まだ終わりじゃないぞ。仮面と一緒にある石板が入っていたんだ。割れてない？さらにとんでもないことが分かった。いいか、これはこれ自体に価値がある品物だが、実は鍵の役割も果たすんだ。この仮面は俺たちを導いてくれるんだ、古代の秘宝に。またそんなこと。もちろん、奇跡の仮面を調べていくと分かってきたことがある。この仮面が作られたのは、現在の考古学上の鍵にされている人の最古の文明よりはるか昔のものなんだ。その古代人たちは、今よりずっと進んだ知識を持っていた。俺たちがこれから目指すお宝は、古代人たちが残した大いなるレガシーだ。さあ、見てくれ。俺が解き明かした、遺跡地帯に隠された秘密の暗号さ。古代人はこうやって後世にメッセージを残したんだ。暗号を読み解くと、化石の、奇跡の仮面の裏側に刻まれている図形がある場所を示していることが分かる。それが何かわかるか？そう、幻の遺跡、アクバーダインさ。アクバ、急に知らない、名詞がいろいろ出てきてるんですけど、ついていけませんよ。一緒に行こう、エルシャール、アクバーダインへ。ダメよ、絶対にダメよ、認めないわ。認めないってなんだよ、どうしようと俺の自由だ、違うか？何をランド、人の気持ちも知らないで、もういいわ。ランドのバカバカ。あ、仮面持っていきやがった。仮面の価値が分かってない、シャロワを探すんだ。分かったよ。いつ見ても圧倒される。何のためにこのような巨大な壁面を作ったのか誰にも分からない。本当に申し訳ない。お、今反応チリーンと。いないな。シャロー、どこへ行ったんだい？待て、おっさん、シャロは知らんかい？シャロはそういえば走ってここを通っていったぞ。やっぱりこっちだ。じゃあもっと向こうだね。シャロを泣かせるなんて、よっぽど無茶な冒険でもしたんじゃないのか？まだしてないよ。今からするんだよ。
っちゃいおっさん、どうだ。そんなに急いでどうしたんだい。おじさん、シャロは知らねえ。シャロワちゃんならアスコットさんの家の方に行ったよ。女の子を泣かせるなんて青春してるじゃないか。おじさんも小さい頃は女の子を泣かせたもんだぜ。ごめんおじさん、急いでるんで。おじさんの若い頃の話は聞きたくないのか。そうかい。そもそもおじさんは若くない。知ってるよ。アスコットさん。お。シャロワが泣いてったぞ。お前らなんかしたんじゃねえのか。大変なんだ。シャロはどっちに行ったんだ。お前の家の方さ、なんか手に持ってたぜ。ありがとう、ダルスト。まだ学校でな。シャロア。シャロア。丘です。やっぱりここにいたのか。奇跡の仮面を返してくれ。泣いてんじゃん。何が不満なんか分からんけど正直言ってるだろ、何も心配ないって、うん、兄さんだってそう言ったわ。兄さんいたの。そう言って帰っては来なかった。急に新情報出たな。シャロワには兄さんがいた。トリセツ、トリセツ。シャロワ、そうか、君のお兄さんも考古学者で遺跡調査に行ったっきり。君はお兄さんのことがまだ、すまない。シャロワの言うように今回はやめておこう、ランド。いや、ダメだ。ダメだ。これはチャンスなんだ。チャンス。シャロワ、分かってくれ。噛まれたらチャンス。何を分かれって言うの。無謀な命知らずの何を別れって言うのよ。俺はきっと帰ってくる。やり遂げたいんだ。親父が用意してくれたものじゃなく、俺自身の力で何かをやり遂げたいんだ。ランド。なんか来た。あ、ヘンリーかな。シャロワ様、お坊ちゃまは必ずお戻りになります。あれれ、怪しいやつ来たよ。黒幕かもしれない。セクさん来ましたよ。お坊ちゃまはこの探検を最後になさると言われていました。フラグが行かせてあげてはいかがでしょうか。フラグが、ヘンリー、最後の冒険は死亡フラグだよ。ランド。ああ、だから頼むよ、シャロワ。わかったわ。遺跡調査なんてこれが最後。それにフラグがどんどん積まれていく。やめてね。分かってるさ。分かってるさ。分かってない。約束よ、ランド。じゃあ私帰るね。私は帰ります。ああ、シャロワ。おやすみ。ヘンリー、悪いけど彼女を送っていってくれないか。かしこまりました。じゃあエルシャール、気を取り直して遺跡調査についての細かい打ち合わせを始めるとするか。遺跡調査に行くぞ。一緒に俺の屋敷に戻ろう。ででん。そうだな。思い出の丘は星空の下が追加されました。さあ、あえて逆に行こうとしたんだが、うん、まあいいか。最後謎場のね、あそこに行くでしょう。ロマンティック。ランドは遅いな、待ち合わせって言ったのに。シャロはお待たせだよ。ヘンリーと考古学の話で盛り上がっちゃってさ、ずっと待ってたのよ。ごめん、悪かったよ、見合わせはするからさ。いつもそればっかりなんだからね。今夜は何を話していたの。アトラント文明のこと。アスラントだった。新しい発見があってヘンリーと話してたら気づいたんだ。古代史に書かれている文明とイエットデストリーの間には何か関係があるんじゃないかな。石壁の文字は誰も読めなかったんでしょ。そうなんだよな。せめてあれにかかる文字の一つでも見つかれば解読が楽になるのにな。ランドって考古学のことを話しているときは本当に楽しそうね。私といるときなんかよりずっとって。そりゃそうさ。なんだって考古学には俺たちの知らない失われた夢や希望があるかもしれないんだ。
そうね。もし俺が立派な考古学者になれたとき、シャロはその時は、え、なーに？いや、これはお宝を発見してからにしとくぜ。隠さないでよ、気になるわ。いいからいいから、ね、寒くなってきたし、一緒の俺の部屋に行こうぜ。ヘンリーが紅茶を入れてくれるってさ、と。いやー、そんな死亡フラグ立てんでもええやん。メモメモ、ね、過去。気になる人はゆっくりと見てください。玄関。おっと、玄関はダメだって。何のために窓から出たんだよ。ほんの冗談さ。ここで親父に告げ口をしていれば彼は死ななかった。多分監禁されると思う。監禁っていうのもさすがに親子だからね。軟禁。ただまーっと。よし、これで準備 OK。あ、早紅茶。ありがとう、ヘンリー。さっきは助かったよ。長年の夢が実現することを願っております。しらじらしい。とんでもない。ヘンリーがいなかったら俺もここまでたどり着けなかったかもしれねえんだ。ヘンリー、君も行くのかい？私は屋敷での仕事がありますので。お前だって知ってるんだろ？ヘンリーは親父のお気に入りだぜ。勝手に連れ出したりしたらすぐバレちまうぜ。だからって僕。じゃあ話を戻すぞ、エルシアル。アクバーダイン攻略は明日だ。世紀の大発見は目前だぜ。これは終わる、一回終わるか。行くのか。あの夜ランドを止めていれば彼を失うことはなかったのかもしれない。あのシャロアの涙に応えていれば。